ピンク、お前この人のこと看病したいのか？全然知らない人だぞリンク。お前ってやっぱ英雄だ。ということでですね、本日もゼルダの伝説やっていくんですけども、前回ですね、ここに倒れている男の人と、まあ、それを看病している人であろうゲルドのね人がですね、ここにいてごめんねって言って、前回ちょっと今日はできないんだって言って、あれからですね4日ぐらい経ってます。はい。大丈夫かな、4日間ずっとほっといたけど男の人大丈夫かな。ただちょっとね、この人が直射日光浴びてる中倒れてたので、ちょっと簡易的なですね家をね私が作ってあげました。いやーとか言わないで、せっかく作ってあげたんだから。やっぱ直接日光浴びちゃうとね、熱中症で倒れてしまうかもしれないので、こうやって簡易的な家を作って直射日光浴びないように、体調が悪くならないようにですね。あ、燃えちゃった。やばい、リング作ったせいで逆に火事の危険が起きてしまった。この人もなんかテントの中で休めばいいのになんで出てるんだ、若干な。っていうことでちょっと話をかけてみよう。まず男の人から話をかけてみても大丈夫ですか。苦しい、出たよー、この苦しさは体調が悪い苦しさではなく恋の苦しさで苦しんでんだな、プラトン。でも大丈夫だ、お前の好きな女の子は目の前にいるぞ、ちゃんと看病してくれてるぞ、大丈夫だ、そんなに苦しまなくても、お前の愛しの女の子はすでに君のことを思っている。さよなら。あ、違う、旦那が病気で動け、あ、旦那なんだ、動けなくなってここで看病している。私は無理に新婚旅行にせ、それはお前のせいだ、メルメナ、お前が解決しろ。リンクは何もしない、何もしない、自分で解決するんだ。夫婦っていうのは出すな、出すな、二人揃って協力し合って生きていくものなんだからな。よその他人が手を出して力を貸して、ね、与えるものじゃない、お前らが築いた家庭だ、お前らの未来はお前らで作るんだ。この人はもともと病弱で、前に倒れた時は親切な旅人のおかげで薬を用、それリンクじゃね、ブレスオブザワイルドの時のリンクじゃね、もう覚えてねえけど、メルエナ。また人の力を借りようとしてる、この人たち。自分たちの力で自分たちの家庭を築いていこうっていう、そういう意志はないのかな。ひどい実況者。元気になってからこの人を支えようと、あ、でもそれはいいことだ。必死で薬の勉強したのに私のせいで、病状を見るからグリオークの肝さえあれば薬を作れるだと。お前頑張って倒してこいよ、女性、強い女性っていうのは結構いいかもしれないよ。だんだんグリオークってのは三つ首の化け物で、大きいやつばさえ空飛ぶ恐ろしいやつでさ、ゲルドキャニオンの頂上、あ、いたな。なんか眺望台のところにさ、行くときになんか門番がいるっていた、いたもんな。どうにか用意しないと。リンク、さよなら。グリオークの肝だと、いっぱいあるよな。あるじゃん、グリオークの肝。ここにグリオークの肝置いとくから。かっこいいな、リンク。グリオークの肝をここに置いて去っていくリンク。かっこいい。私は何もしてませんよと。あなたがなんか気づいた時にグリオークの肝がそこにあったんですっていう。リンク、お前やっぱ英雄だ。かっけえな、お前は。私は何もしてませんよと。優しい男ですから、英雄ですからということで。リンク。さあ、馬宿に行こう。あいつらもほっとこう。ゲルドキャニオン。ペーンがいる。また悩、お悩みペーンがいる。私が解決するときなら、ゼルダさんはなぜこんなことを。あいつまたいた。もう、かっこよすぎるわ、リンク。どうやって片付けるから、すげえ、これいっぱいだ、この荷物が。ちょっと中を覗いてみると。中でなんか、なんか、あ、いるな、なんか。どうやってか、ここにもミッション発生してるやつ。いやー、ここミッションだらけで楽しそうだな、リンク。あいつどうだったから、ちょっと、あ、なんかカバンの中いる。ちょっとあいつはちょっと後で。あいつどうかな、あの、肝を見つけて、肝を見つけてあいつに与えたから、肝を置いといてあげたのにな。ちょっと行ってみるか。お、いたいた。グリオークの肝をそこに置いといてやったからな。お、さあどうだ、お前。お、グリオークの肝がなくなってる。え、メルメナ、ここにグリオークの肝を置いてあったんだけど、お前なんか失敗した、グリオークの肝使って。ここにグリオークの肝置いといたよな、エルメナ。ここにグリオークの肝置いとくから。
え、体調良くなくなくなってない？お前だってグリーオークの肝が必要って言ってたじゃん。え、お前さ、グリーオークの肝ここに置いてあったろ。お前どうしたんだよそれ。お前なんか悪徳業者だな。グリーオークの肝が、お前これ2個なくなっちゃったじゃねえか。グリーオークの、これはもしかしてグリーオークの肝ちげえよ。グリーオークの肝置いといたんだよここに。置いといたのにそのグリーオークの肝どこ行ったんだよメルエラ。これ2個目だってばよ。早速使わせてもらう。違うよ、リンクははいどうぞって言って渡したんじゃないんだよ。ここになんか置いといて勝手に元気になることを、あ、そういうことを想像してたんだよ。なんでお前は元気になってんだよ。あんたのおかげ殺した。なんか2個なくなっちゃって、グリーオークの肝。くそ。助かったよ。愛する旦那救ってくれて心から感謝している。どれかこの銀リピール違うよ。グリーオークの肝が。グリーオークの肝1個目どうしたんだって、お前ら。私たちは新婚旅行を続けることに。お前も懲りないな。一回体調悪くなったんだから、それはやめとけって新婚旅行は。すぐ近場にしろ。遠くに出くるんじゃない。今度は絶対に無理はさせないさ。それじゃあさ、マーク。おーい。リンクはかっこいいことしようとしたのに、グリーオークの肝が。なんてやつらだ、あいつは。ということで、なんか馬宿にミッション発生のやつらがたくさんいた。楽しそうだな、この馬宿も。ということで、本日もこの馬宿をですね、元気に楽しくやっていきたいと思います。まず、ペンから行きましょうかね。このペンさんから、何が起きたんですか、ゼルダ様っつって。おっと。誰かと思えば、相棒か。この馬はもう廃業してて、あ、だからなんかあの荷物だったの。誰も来ないと思ってたけど、ちょいと油断しまった。にしても気温変化の少ないこの時間帯選んでやってくるとはさすが、今何時？で、情報屋の小鳥ちゃんたちのサイズによると、ここの井戸がゼルダ様の指示で使えなくなってしまったそうだ。え、この家は従業員だけじゃなく、訪れた旅で馬に欠かせぬ生活要請、それに中にはキノコの群生地らしく情報していただいたら、リンク入ろうぜ。ゼルダの言うことなんてお前聞くことはない。お前どうせ将来の嫁なんだから、将来の嫁の言うことは別に聞かなくていいんだよな。尻に敷かれることはない、嫁の。姫さんどうしてこんなことを、ここの主も何も知らないみたいだし、俺じゃあ羽がつっかえて中を調べることもできない。く、今回さすがに情報が少なすぎて、リンク行ってこいってことだら言ってきますよ。あいつの話はどうでもいい。ゼルダ様が禁じられた井戸はリンクには関係ないんだ。リンクは行くんだ。堂々と行くんだ。さあ、この中に何があるんだ。あ、なんかいっぱいここにある。ちょっと壊していくわ。壊してきまーす。あ、壊れた先にはなんかいっぱい敵がいる。てか、なんかもう、なんか今日8分くらい経ってんだけど、なんで私なんかそんなにオープニングで喋ってました。なんかくっちゃべっちゃうんだよね、やっぱり。やっぱ実況者っていうのはくっちゃべってなんぼですから。喋りすぎてんだよ、なんかな。よく喋る男だな、とか思われてんだろうな。てか、まず見られてんだよ、動画をな。どうせこういったつまんねえだろうっつうんで、みんな見ねえんだよな、まず。動画の再生時間はさ、なんか再生数が多くても、だいたい最初にみんな離脱するからさ、残念だな、みんななんか面白いのに、面白いのに、みんな最初で離脱してくんだろ、かわいそうに。性格があまり良くないやつだ。てか、どこなんだこれ。なんか、適当だ。ただ、遊んでるな、お前ら。ちょっとお前ら遊んでて。これ、リンク何すんだ、これ。なんもねえじゃん、この井戸。この井戸、なんもないっすよ。なんもありませんでした。まあ、とりあえず、なんか、中にいた敵を倒したけど、なんか、あんのかな。なんもないよな、別に。あれ、あいぼ、魔物の声が聞こえてきた。大丈夫か？倒したよ、ペン。あれこれ何？敵を出せばよかったの？あいぼ、井戸の中どうだった？なんか分かったか？敵がいたよ？ガンマノから魔物か？これは俺の推測でしかないが、姫様はこの井戸が魔物の巣穴になってることに気づいたんじゃないだろう。そんな優しくねえよ、ゼルダは。ひでえな、ゼルダ。それでこの前の旅人被害出ないように井戸の子をガンマで埋めたんじゃ、そのことを防いでいたら混乱を避けるためでは？それは勘違いだ、ペン。あいつはそんな優しくねえ。もしかしたらこれも一時的な応急処置で後日兵を派遣するつもりだったか。この場合行方不明になって。うん。これならガテンの行く話だ。どうだいも俺の推理は。間違ってまーす。目先の真実だけを見るだけ。その先には真実を見極める。それが俺たちの仕事だからだ。これで俺たちは真相を明らかにしたい。ゼルダ様にまつわる噂話に7件目か。これ何件やんだ、ペン、お前。俺もうかかしてやれよ。今回の件もしっかり三つ葉さんに伝えておくぜ。今回はありもを取るけど、ハグルビー。ありがとうございます。これ何件やんだ。おっと忘れるところだって、三つ葉さん相棒の活躍を高く強化してて、ボーナスを渡しといて。ああ新しい服もらえるんですか、ペース。あ、違う。少ね。少ね。今回の姫さんのことは俺の推測であるが、記者の勘が間違いないって叫んでる。だから俺は堂々とこのことを聞きつつ。じゃあな、バイバイ。さよなら。
ペーン。毎回おなじみお前、滑ってるぞー。お尻ペーンな。はい、私も滑るという。なんだよ。お前がそれ言うと私も滑るんだよな。はい、ということで見事でですね、コンプリートいたしました。ありがとうございました。さあ。残り1個なんか、ここにミッションやってる、あるやつがいるので、今日これやって終わるかな？なんかすげえ時間経っちゃってんだよ、なぜか。なんか困ってるなぁ。もう困ってる人はそのまま困ってればいいのさ。もう話しかけるか。お！よく中に入ってこられましたね。この日もくれる中、まあもう日もくれる中お疲れ様でございます。でもせっかくお越しいただきました。この場でもう閉めちゃったんです。異常気象で馬が立ち入れなくなって、人が俺もほとんどなくなりましたから、それゼルザ様に井戸の使用を求められちゃって、記録はたくさん入っていて、重宝して、もういいよ、治ったよ。応急処置だから後でちゃんと治して来てくれるって言ったら全然来てくれないし、治ったよ。姫様はまだ出てくるを防いだよ。井戸の国岩盤を奪い取るため、この宿は無駄になるために見限ってしまったんだと勝手に思っていた自分が恥ずかしい。そうだな。ちゃんと自分はダメだって思い込め。確かに井戸を作ったあたりから、桃の目撃情報が増えていたんですが、井戸を封鎖してからばったりやんだ気がします。岩台の片付けなんかでバタバタして井戸を調べようとも思いませんでしたよ。調べろよ、少しぐらいは自分の力で何とかしろよ。さっきの奴らもなんか自分たちの力でさ、どうにもしねえで、グリモーグの木も誰かが持ってこねえかな、みたいな思ってた奴もいたからさ、自分で解決しようっていう気が一個もないんだよな、このゼルダの世界は。全部リングに助けを求めようとする。それは良くない。調査していただきありがとうございました。次、ゼル様とお会いした時にしっかり俺を伝えないといけません。では、私はそろそろ片付けにも残りは残っちゃって、ここまで引き払いまにしてもこの大量荷物どうやって処分するかな。これ何やねん。閉じ込められたピアフ、お前のせいだろうが、お前が片付けないんだろこれ。なんでリンクは全部やんだこれ。これ全部出しゃいいって話だよ。ちょっとウルトラハンドで片付けていきますね。もうこれはもうカットです。これは そこで終わりにします。これさ、頑張ってウルトラハンドでこれ出してたんだけどさ、めんどくせえからさ。これでいいんかよ。最初っからこうやっとけよかった。火事何年からこの馬やろ。はいはい。最初っからこうやればよかった。燃やせばよかった。大量に外にこんな出しちゃったじゃねえかよ、くそ。終わったよ。すいません、今片付けてからさ。あれゴミがなくなってる。さっきからなんかバタバタして、これはまた派手にぶっ壊してくれましたね。いや、壊したのもあんだけど、残ってのもあんだよ、あそこに。でもおかげで片付けて助かり、ありがとうございました。不用品が出入り口を塞ぐほど溜まってちゃって困って、出入り口を塞ぐほど。でも出せたよ。外に出せたよ、あれ。まだ少し片付け残ってますが、おかげでここで引き払いますさ。まだこの制服を着て、このままダウルチに私はできる最後の仕事をさせて、あれ、じゃあ結局廃業するのかから。うまい、最後のお客様。いねえ、誰も。なんて寂しい馬宿だ。ラストの来店記念に。馬宿ポイント1ポイント。はぁ、あ。馬宿ごっこはこれでおしまい。お客さんの旅は実り大きいものになりますよって言えばさ、私はまだ荷物を片付けたと。もうなくねえ、もう荷物なんもないもん。あ、ご協力ありがとうございましたと。と、あれは、そういや前に馬宿協力が額縁をもらったんだったら荷物に割れて忘れていたわ。額縁？は、張り紙を剥がしてと。何これ。馬のなんか絵が描いてあるけど、思ったより立派な額縁。これ、馬、え？こいつも寂しいだろうから、最後になんか絵でも飾ってみるから。これ飾れるのこれ。あ、飾れんだこれ。ああ。その、柄の額縁は気になりますか？片付け集中して疲れやすい。悪いよ、それ聞いたさっき。ちょうどこの近くに地図に乗るぐらい有名なメガネ岩と呼ばれる場所があるんですが、その旅人さんがメガネ岩の上空を飛んでいるとき、ふと下を見たらメガネ岩が笑ってた。最後は笑顔でこの前は馬屋の見送りに対し、モチーフで最高だと思いません。でも空を飛べない自分にはどうしようもないんですよ。またリンクか。頑張るんだな。笑うメガネ岩見られたら書き写しちゃうんですけどね。1はそれだろう。で、2はまた違うのがあるってこと？ちょっとそれをパシャリと、この上っつってたよな。あ、これがメガネ岩。じゃ、この眺望台から打ち上がってメガネ岩パシャリしてくれよな。はい。笑っているようには見えねえぞ、リンク。やべ。あ、ダメだ。壊れた。
ちょっとわかんねえなぁ。なんかここ笑ってるようには見えねえんだよなぁ。ということで、ちょっと時間が今日結構経っちゃってるんで、あと絵のね、2枚は、多分1枚はここのね、なんだっけ、メガネ岩の上空から写真撮るんだけども、それともう1枚多分絵があるので、まあ、そのミッションはですね、次回やっていきたいと思います。今日はね、ミッション3つ片付けたので、また次回はですね、この続き、絵をですね、見つけていきたいと、死にそうだな。死にそうだからリンゴ1個でも食っとけ。ということで、まあ、この絵の方を次回はやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、今回ね、以上になります。ご視聴していただきありがとうございました。また、ゼルダ、よろしくお願いします。バイバーイ。さあ、ロマンチックだ。